皆さんこんにちは。星稜高校の YouTube 公式チャンネルをご訪問いただきありがとうございます。星稜高校には創設者である稲沖重雄の強い思い、願いである建学の精神があります。それは誠実にして社会に役立つ人間の育成です。本校ではこの建学の精神を3方向からアプローチしています。特育、知育、体育、学習はもちろんのこと、健全な心身を育む教育もバランスよく行い、誠実にして社会に役立つ人間の育成を目指しています。この建学の精神をイメージした教育スローガンをご紹介します。グロウ星稜。このスローガンには世界で活躍する個性豊かな星稜生に成長してほしいという思いが込められています。星稜高校は文武両道の志を支える地域有数の進学校として、入学される生徒の皆さん一人一人の個性が実り、世界を意識した広い視野で行動できる人間の育成を目指しています。このグロウ星稜にプログラムスを付け足し、3つの頭文字 GSP を通称とした土曜特別講座は、2019年度より始まった星稜高校の新しい取り組みの一つです。土曜特別講座 GSP は年間で100以上の講座が開講され、講座の内容は4領域に分かれています。講義形式だけではなく、演習や集団討論、プレゼンテーションなど形式は様々です。社会に出て欠かすことのできない思考力、判断力、表現力、コミュニケーション能力などを高めていくことができます。また本校では入学時1人につき1台タブレット PC を貸与しています。これを利用し、自主学習プログラムでは e ラーニングシステム寸大サテネット21を自由に無料で利用できます。寸大サテネット21とは、寸大予備学校の実力派講師陣によるオンライン映像講座のことです。基礎的な講座や難関大対策はもちろん、大学入学共通テスト対策から学校推薦型、総合型選抜対策まで幅広いラインナップになっています。また国際理解プログラムでは、英語4技能講座グリッドやエッセイコンテストへの参加などを通じ、ツールとしての英語スキルと国際感覚をバランスよく、そして本格的に身につけることができます。このような多様な学びに対応するために、充実した ICT 学習環境も整備しています。すべての教室において生徒全員がタブレット PC を利用しながら、黒板取り付け型のプロジェクタスクリーンを活用することが可能です。学習支援アプリメタ文字クラスルームをはじめとする授業内での発展的な学習活動はもちろん、クラス活動や放課後の部活動など、あらゆるシーンで幅広く ICT 機器を活用し、主体的で対話的な深い学びをサポートしています。また星稜高校では、生徒、保護者、教師がインターネット上でつながる学習支援クラウドサービスであるクラッシーも導入しています。学校からの連絡を受け取り、学習の経過をデジタルに記録できるだけでなく、模擬試験成績の確認、ウェブドリルや学習動画などを活用して、自由なペースで学習を進めることが可能となります。